4勝決めでメガネ通ってみんなスタンプしてや下硬いのがちょっと出てきてすごい面白いかも。ちょっと目で持ってきたよ。いや、つけ。バッチンバッチンだ。穴にひるんだ。乗り過ぎ。下硬い、下硬いじゃん。硬いっすよ。全然予想してたのと違って初め戸惑った。みんな横滑りして表面が剥げてるの全然気がつかなくて、また降ってきたな。あとマスクとメガネダメだね、相性が合わねえ。マスクね、絶対取った方がいいですよ。俺も取って滑るようにしよう。まあいいかなと思って行くと大体ダメになる。普通滑るとこう風で乾くじゃないですか、はいはい、それがどんどん曇ってくる。マナちゃんみたいな。はい、マリちゃん、足もうちょっと揃えようよ。こんなんなってる。こうこうこう、一回一回でいいから、こうやってパーンパーンと内足でさ、外足を払うようにして滑る。パーンパーン、一回一回だ。 OK、 それ一生懸命ちょっと次やってみて。 OK、 もうスケーティング上手いじゃん。なんで滑ると古くなる。今ちゃんとストックついてるからすごくいい。ただこの辺につくじゃん、もっと前につく、もっと前につく。そうそうそう、今ちょっと気をつけな。あれ行ったからちょっと気をつけな。結構やばい。まだ行かないで、まだ行かないで。荒れてる。ああ、そうだな。マジ。ああ、だ。若干後傾ですね。ああ、遅い。ああ、動きはいいんですけど、やっぱちょっとタイミング遅れてきました。遅れましたね。いや、下硬くてあれじゃないですか。またちょっといや、はい。履ければなんかいい感じだと。探検とかさ、想定以上の人難しかった。多分いつもの靴だったら全然問題ない。ちょっと硬いからそこのところ足場が硬いとこと柔いとこ、はい、難しいっちゃ難しい、はい、ああそうそう、もうちょっと前で、はい、ありがとう。の宣伝するの覚えておいて。ああ、今日っすか。うん、2月の何日。23、ちょっと覚えておいて。もうまだこあれしてないけど、もうあらかじめ言っとく。集客すごいな。なんか随分膨らんでたみたいで。はい、すいません。短い、あのバーン硬くなったら短いジングルしないと、はい、長く乗れば乗るほどスキーが横向いて余計遅くなっちゃうんで、はい、短く短く、はい、確かにこのマスクいいっすね、これ、はい、でもね、バーンと切れるんで、やっと去年の春の、はい、去年の春のイメージが回ってね。いや、お父さんがで、直樹は向こう。井村さん、今良かったですよ、うん、自分でも分かりましたよね、うん、何が良かった。割と短くエイジングをまとめてたんで、それが硬い板にちょうど回ってるんですよ。逆にあれ、柔らかい板であれやっちゃうとみんな足場が見えちゃうんですけど、硬い時はあれでちょっと強めに踏んでくる。人数いる、はい、当たった時こうお尻下げないでようにしてください。
さ、当てるとこちょっと当たってみせて、これあんだから、それで少しずつ慣らして変わるから、うまい人それで見てる。今ちょっと飛んだけど、スラロム調子いいじゃん。はい、出した出した、このまま GS 練習した。トラサージュニア、うまいな、やっぱうまいんだよな、コンパクトなんだよな、ああいう選手海外に。おー、ジュニア、もうちょい外足な、今全部買った後相変わらずの滑りだけど、悪くはないんだよ。動きは、左右の動きはすごい抑えられてるから、まあ多分何回も言って、昨日もちょっとやろうとしてだいぶ体を落とすのを意識した時に外足が伸びちゃってる時あったから、あれは楽して足首を曲げながら体を落とすって意識は。今1個しか当たんないけどなんでな、あれかお父さんが買ってくれた軽いポールでも当たれないか。あ、あ、でも抜けた、でもあそこ上がんなんないじゃん、うん、悪くないじゃん、うん、あいつが弾いてくれるから。あ、あ、俺刑事かと思った。すごいね、ナナコ上手くなったね。ナナコが飛ばした。ナナコ今良かったよでも実はあそこ邪魔になんないじゃん。あ、上転んだ。あれエランのスキーっぽい。あ、フータだ、よかった。で、もっと膝動く、もっと倒す、はい、やばいや、今、奈々子はすごいいいスキルしてる、はい、お前かと思った奈々子の時、お得だった時妹、はい、ちょっと硬いで言うと、もうポジションがみんな崩れて、お、偉い、あれ、あいつにああいう容量があったの。いや、多分入れなくていいじゃん、まあ、そのままでもいいよ、別にもう埋まってる可能性ある、もう大丈夫じゃん転んだけど、はい、うん、大丈夫、怪我しないと集中して滑るしかない。下硬いから短い、自分な、手に入るようになりましたよ、あれ、お、負けるな、お、だいぶ昨日から良くなってきて、で、手から当たるっていうよりも膝から、すねから当たるように意識してる。そのすねにさ、傷つけていくような気持ちです。そうするともっと足元がポールの近くを通るようになる。